どうした？来る。モンスターか。準備は問題ない。よし、行く。ダメージは負ってないか？平気。よかった。それじゃあ先に進もうか。ん？気になっていることがある。お前たちはなぜ私に関わり助けようとする？なぜって言われると、人とのつながりがないと限界があるからかな。限界？問題に直面した時、自分だけではどうにもならないことも、今の俺たちだって二人で協力しているから。ティアとは少し事情が違うだろうけど、俺も前は自分の関わった人が不幸にあってしまってさ。それ以来同じようなことがあったらと思うと、人と一緒にいることができなかったけど、そうした思いも周りの仲間に支えてもらうことで、あんま人付き合いは得意じゃないけど、それでも人とのつながりっていうのは、一人では限界でも人と一緒ならその先を見据えることができる。今ので答えになったかな。それが人とつながりを持とうとするっていう。まあ、あくまで俺の場合はだけど。なあ、今度は俺から質問をしていいか？何？前に宝箱からアイテムを持ち去っていっただろ？あ、いや、別にレア装備だったら見てみたいとか、そういうのじゃないからな。ただ、
自分が危険な状態であるにもかかわらず、あの時手に紋章みたいだな。どこかの国の国宝とかか。知らない。え、この紋章が何なのかは別に興味ない。このアイテムがないと目指すべき場所へたどり着けない。前に言ってた可能性のある場所へ行くためのキーアイテムってわけか。なるほどな。教えてくれてありがとう。なぜそこへ向かっているか聞かないの？俺の質問は宝箱の中身についてだけだったからさ。それにあまり話したくなさそうな感じもしたし、ティアが話してくれる気になった時に聞かせてもらうよ。さあ、それじゃあ。もう一つ聞きたいことがある。ん？さっき言っていたグッジョブとは？え？あれは仲間と称え合う時によく使う言葉だ。仲間と称え合う。プレミアにも同じように聞かれたことがあったな。これからも称え合う場面があれば声をかけていこうぜ。それじゃあ攻略を続けよう。早くみんなのところに戻らないと。心配をしているだろうからさ。わかった。グッジョブ。グッジョブ。みんな迎えに来てくれたのか。当然でしょ。なんて言ったって仲間なんだから。とても心配しました。ごめんな、心配してくれてありがとう。ティアちゃんも無事でよかった。二人のことを心配していました。私のことも。なあティア、さっきも話したけどこの先は協力していかないか。ここにいるみんな、ティアのことを本気で心配してくれる仲間だ。協力。私は。さっきも言ったけど、俺たちだけでは限界に陥ってしまうことがある。プレミアとティアに起きている問題の解決には、君の協力が必要だ。今度は、俺たち全員を利用するって気持ちでいてくれればいいからさ。分かった。ティア。よろしくね、ティアちゃん。それはそうと、あんたのその格好はなんと。今やプレイヤーたちの間では仮面の NPC といえばお尋ね者になっちゃってるんだから。確かにフードや仮面をつけたままだとまたろくでもないプレイヤーに狙われるわよ。これは、まあ理由があってその格好をしているのなら共有することはできないけど、でもあなたがこれからも自分の未来を追い求めていきたいのなら仮面は外した方がいい。未来を追い求めるなんてね、格好つけて言ってみたけど、早い話が、あなたに危険な目に遭ってほしくないのよ。うん、プレミアちゃんもティアちゃんもとっても大事な仲間だから。
わあ、